うん、前よりも動けそうだ。よし、訓練の成果が出ている。この力で皆を守ろう。守られちゃおう。お、俺もひらめいたぞ。新しい技か。野菜くずも細かくして調味料と混ぜれば。また節約の話か。訓練の賜物だな。そういえば訓練の内容は知らないな。参加されますか。これまでの戦いが実を結んだな。まだ伸びしろがあったような。少しは役に立てそうだ。あんたほどの人がよく言う。家事でも役立ってほしいものですが。もっと精進せねばな。どこまでも真面目だな。あなたもね、人のこと言えない人たち。私もまだまだ未熟。これ以上熟したら枯れるんじゃね。おじいちゃんになっても現役。ゆくゆくは指揮者にでもなるか。あら、私強くなったかも。これでみんなの力になれるかな。強くなったかも、ちょっとだけ。ああ、頼りにさせてもらうぞ。頑張るね。あら、力が高まった気がする。それでより多くの人を助けられるな。うん、そうだね。精霊力が集まってくる。すげえな、そんなの分かるのか。ローが夜中何してるのかも分かるよ。なに、マジかよ。また強くなったぜ。まだまだ鍛えねえとな。少しは親父に近づいたかな。超えることだってできるさ。いつになるんだろうな。ふふ、うん、俺の力こぶでかくなったよな。男って筋肉好きだよね。筋肉は裏切らないんだって。ふふ、うん、いや強くなっちまったな。どれ、一つ試してみるか。いやいや、遠慮しときます。もっと力が必要ね。うん、精度が上がったわ。もっと腕を磨かないと。鋭にはまだ届かないか。ええ、十分すぎるということはないわ。うん、技も術もバッチリ。調子が良さそうだな。強くなったわ。強くなれたかしら。ああ、射撃までの速度や安定性が増している。そんなに見ないでほしいわ。だいぶコツがつかめてきたわ。確実に強くなってるよな。ええ、負けるわけにはいかないもの。銃が手に馴染んできた。もう一つ持ってみたらどうだ。いや、それはかっこいいな。かっこよさはいらないわ。力がみなぎってくる。まだまだ上を目指す。腕が上がったかな。そうでないと困るわ。ああ、答えてみせるさ。強くなった気がする。よし、腕相撲で試してやら。そもそも勝ったことがあったか。はいはい、先に進むよ。この力で俺はやれることをやろう。期待しているぞ、アルフェン。うん、頼りにしてるよ。まあ、私も多少は。